はい、今回箱が届きました。これはね、私が通販で購入したものなんですけども、何を買ったかと言いますと、こういうものです。これね、これですね。見てください。宇宙戦艦ヤマトのワッペンね。これはヤマトくんの体操服にでも貼ろうかなと思ってます。で、ヤマトのキーホルダーですね。宇宙戦艦ヤマトのキーホルダーで、宇宙戦艦ヤマトのポロシャツでございます。で、あとはね、カレンダーです。これ開けてみましょうか。来年のね、カレンダーですね。2022年のカレンダーなんですけども、2205年って書いてますね。紛らわしいというね、宇宙戦艦ヤマトのカレンダーでございました。まあ、これね、宇宙戦艦ヤマトの通販公式サイトで買ったんですけどもね、まあしっかりと宇宙戦艦ヤマトの新たなる旅立ちも楽しんでいこうかなというところでございます。で、新たなる旅立ちテイクオフの後編スターシアが2月に公開されるということで、こちらの方も楽しみです ね。それからヤマトよトワニ、それにつながる宇宙戦艦ヤマト3シャルバート編、これも見逃せないなと。土門龍介どんな風になっていくのか、これからワクワクしております。それじゃあ